14回昭和61年3月15日京五条総選寺にて収録。6丁の表のページの初めの行魚の水を行くに行けども水の気はなく、鳥空を飛ぶに飛ぶといえども空の気はなし、しかあれども長魚いまだ昔より水空を離れず、ただ陽大の時は死大なり、陽小の時は死小なり、格のごとくして地図に潜在を潰さずということなく、諸所に投本せずということなしといえども、鳥もし空をいずればたちまちに死す、魚もし水をいずればたちまちに死す、異水異名知りぬべし、異空異名知りぬべし、異鳥異名あり、異魚異名あり、異名異鳥なるべし、異名異魚なるべし、このほかさらに進歩あるべし、首相あり、その受者名者あること格のごとし、しかあるを水を極め、空を極めて後水空を行かんと儀する長魚あらんば、水にも空にも道を埋べからず、ところを埋べからず、このところを売ればこの案に従いて現状考案す、この道を売ればこの案に従いて現状考案なり、この道このところ大にあらず、小にあらず、字にあらず、他にあらず、先よりあるにあらず、今現ずるにあらざるがゆえに格のごとくあるなり、しかあるがごとく人もし仏道を主唱するに徳一方通一方なり、無一行主一行なり、これにところあり、道通達せるによりて知らるる際の知るからざるは、この知ることの仏法の偶人と同称し同賛するゆえにしかあるなり、特所必ず自己の知見となりて余地に知られんずるとなろうことなかれ、昇級速やかに現状すといえども、密必ずしも現状にあらず、現状これ過失なり、魔欲残法鉄禅寺奥義を使おう、ちなみにそう取り、そう来たりてこう、風症常住無所不臭なり、何をもてかさらに和尚奥義を使う、死いわく何時ただ風症常住を知れりとも、今だところとして至らずということなき道理を知らずと、そういわくいかならんかこれ無所不臭定の道理、時にし奥義を使うのみなり、そう内配す、仏法の証言証伝の活路、それかつ格のごとし、常住なれば奥義を使おうべからず、使わぬ折も風を聞くべしきというは、常住をも知らず風尚をも知らぬなり、風尚は常住なるがゆえに仏家の風は大地の黄金なるを現状せしめ、長賀の空腑を三熟せり、眺望現像現状考案、これは天福元年中秋の頃かきて鎮西の俗弟子陽光宗にあたう、県庁水の絵ね収録で、また例によって初めての方もあるから、今までの巻でお話してきたことをざっと繰り返してお話してですね、で今日の話に続けることにしますが、この巻は大体ね、そのまあこの初めからですね、諸法の仏法なる時節ってこう出てくる、それからまたそのちょっと見りゃ仏道をもとより封建より超出せるゆえにっていうんでね、結局この文章を読んで
何もわからなくてもね、あ、仏法と仏道のことが書いてあるんだなって、それだけはわかるわけだ。あの、私が初めてこれ読んだ時でもそれだけは分かった。ところがその仏法とは何か、仏道とは何かってことが結局全く分からなかったね。それでその、仏法とは何か、仏道とは何かっていう、そのいわば手が全くの手がかりなしにはね、この巻は本当に分からない。結局大切なのは仏法とは何か、仏道とは何かっていうその手がかりだけがまず大切だね。そこのその手がかりとして私はその伝道話の巻のあの仏法は自他の嫌悪をやめて学するなく、そのあれですね、我々頭の考えであれしたらいつでも自分と他人と自分と世界とってこう分けちゃって考えるんですね。それに対してそのそういう自他の嫌悪をやめて学するっていうもの、これでまた我々さ、その自他の嫌悪がやめられんなら問題ない、それがやめられないからって言うんだけど、また困るわけだ。ところがだから私が言うのは自他の嫌悪のやんだ自慢で、ね、自他の嫌悪のやんだ自慢っていうと何だっていうと、あれですね、我々熟睡している時ね、ほら自他の嫌悪やんでんじゃん、自他の嫌悪はやんでるけれど、しかしながら一晩中にあの1分間にいくつか知らないけれど、とにかく一晩中息しながらあの生きて、それでまた翌朝起きると、また翌朝ちゃんとあの昨日の続きがあるんだ、昨日までに借金したのはこれまた払わなきゃならないって続きがあるんだろうね。でこれ結局そうしてみるとあれだ、その生命のあのいわばこう自他の嫌悪がやんでもちゃんと生命が働いてるっていうね、そういう地盤だね。これのだから仏法を学するにね、その自他の嫌悪をやめて学するなりっていうのは、仏法は頭の先っぽで求めちゃいけないってことだ。そしてそうでない、その自他の嫌悪のやんだいわばあのそういう生命地盤でその学さなければならないってことですね。これが、まあ、仏法だ。次に仏道っていうのね、仏道とは何か、これの手がかりとして私は学道用人衆のね、あの仏法のために仏法を学す、すなわち道内、すなわちこれ道内ってね、要するにまあ今何でも日本人道道って言って、あの茶道だ剣道だ柔道だって言って何でも道にするけれど、その仏法のために仏法を学するって、それで初めて道になるのね。っていうことは、そのそういう生命実物地盤、それで生命実物地盤で生命実物を学するって言って、それで初めて道だ。でまあそのつまりそういう生命実物地盤で生命実物地盤を主すっていうことはどういうことかって、私が言えば生命実物運転ってことね。その我々頭ばっかりで考えて、そして人生生きてるの、これは頭であの運転してるんだ。そうでない、今生命実物地盤っていうところで生命実物のために運転するって、それが仏道っていうことですね。まあそういうことだ。でみんな実はね、その生命実物を生きてるんだっていうことだけは間違いないんですよ。その私はその自他の嫌悪が やまらないんでって言ったって、そういうふうに自他の嫌悪がやまらないんでっていう
そのふっと頭に浮かんでくるとこれは自他の剣のやんだところから浮かんでくるんだから、結局だからね、生命実物というのは私がこの思っても思わなくても信じても信じなくても疑っても拒絶してもっていうのはこれは名言だね。これみんなざっと聞いてるけどね、その本当はこの思っても思わなくても信じても信じなくても疑っても拒絶してもそうなんだっていうのは、それがそこが大切なんですよ。あんまり私分かりやすい言葉で言うもんだからみんなざっと聞いてるからあれだけど、本当にね、その誰でもそういう生命実物を生きてんだって、これをはっきりなるほどってあれしなきゃいけないね。ところがその生命実物生きてんだけど、我々人間の場合は頭っていうね、この頭っていうなんていうのか結構というかね、その、なんていうかその困ったっていうかね、とにかく頭っていうものを持ってて、この頭でもって余計なことを考える、ね、この頭で考えることも結構なんだ。しかしながらその頭からこう分岐物があるでしょ。で要するに思いっていうのは分岐してくるんだ。分岐物っていうのは排泄物じゃないですよ。その排泄物っていうのはまあもうあの捨てなくちゃなんだけど、分岐物ってのは必要だから出てくるんだからね。しかし必要以上に出てくるっていうと分岐型だ。その分岐型にその我が身を投げ入れてね、それでくるくる舞いするんだ。いや去年の夏もびっくりしたな、そのボタッっていうね手紙が届いた。それでそれ開けてみたら、まず三代にわたる系図が書いてあるのね。それで、それでまあこっちの方がまず気分を落ち着けなくちゃ。気分を落ち着けてよく読んでみたらね、これ65、6の、女の方からなんだけれど、だいたいその小さい時にお父さんお母さん亡くなった。そして弟や妹が4、5人いるんだ。それでその弟や妹がもう60から50代、そしてそれの息子っていうのが、まあ、30代とかね。そしてそれのまた息子が子供がいるっていうの、結局まあ3代にわたるわけだそしてそれの中にこう、その系図はだから40、50人の名前が書いてあってですね、それの中にこうチェックした、この子はどういう今問題を持ってます、この子は今どういう問題を持ってますって、それでこれどうしましょうっていう話だね。でね、これはさ、その今実物がすぐね、自分が迷ってんじゃなくて、そうでない、このね手紙くださった女の人は小さい時にお父さんお母さん亡くなったでしょ。だから弟や妹に母親が代わりにこう育てたわけだね。それの弟や妹のその家族っていうのもね、だから全てこれの連れ合いは誰っていうね、みんなそれも名前書いてあるんだけど、それがいちいちもう頭の中にスカッと分かってる。そしてその今誰がどう悩んでるっていう、これ小さい時からの惰性でね、いまだに責任持って責任感じて一家の全部の心配してるって。なるほど、これじゃあ女の人は心配の種は尽きないなって私思ったけどね、これはあれだ、ちょっと行き過ぎなもんね。要するに我々頭の中にいろいろなことを浮かんでくる、それにこう我が身を投げ入れてね、そしてみんなくるくる舞いして悩むわけですね。これ迷っているってことも生命実物として迷ってるんだ。
のだから迷いっていう生命実物なんだね。それでのそれがだからその我々、まあ、いつでも迷うっていう生命実物を生きちゃってるんだね。でこれじゃつまらない、なんとか悟りたいとこういうふうにまあみんな思うわけ。こうするとまたのなんとか悟りたいとまた頭の先っぽで追うから、そうするとまたそのそれこそあれだ、その人初めて法を求めるとき遥かに法の偏在を離却せりってこうあったね。結局その頭の先っぽで法を求めるからダメで、そうでない、その悟りってものはそういうふうに自分より外側に向かって追っかけるもんじゃないんだってことです。とにかく我々生命実物生きてんだから、ところがその生命実物において悟ったり迷ったりっていうんだからね。だから悟り迷いが分かれる以前の生命実物、そこにあのそこを悟らなきゃ。名を代語するは諸仏なり、悟りに代名なるは主情ないとあったでしょつまりそういう悟りのあり方をね、まずよく知っておくことだ。それでこのそういう悟りのあり方について道元禅にこの現状公案の巻にどういうふうに書かれてあるかというと、万法進みて自己を主張するは悟りなりとあったね。またあるいは万法に称せられるということ、それからこの前のところには、法すでに己に昇殿するとき速やかに本文になる。結局法っていうの、この法っていう言葉がね、結局大切なんですよ。法っていうのね、これは仏法だ、あるいは諸法とも出てきている、万法とも出てきている、これいずれも法ですそれでこの法っていうのね、私がいつも言うけれど、一心一切法、一切法一心の法だ。だからね、私はあらゆるものを生命体験しながら生きてるのね。と同時にあらゆるもの、万法はその私に生命体験されながらあるっていうのはね、その私と万法とその分かれる以前のところをひっくるめて真とも法とも言うんです。でそういう法、そういう法がね、すでに己に昇殿した、伝わった、その時初めて速やかに本文になる。あるいは法もし真人に充足すれば一方は足らずと思えるなりというともあったから、法が真人に充足するというね、そのつまりその自分と他と、そのあるいは脳と書、見る見られるってね、それから自他脳書、あるなし、有無、すべてね、二つに分かれる以前の生命実物ですね。そういうのに称せられる、あるいは昇殿する、あるいは充足する、そういうのがまあ悟りだね。でそれいうのをまた法が本当に自分に充足したとき、法意っていう言葉も出てきたでしょ。滝には滝の法意にありて、灰は灰の法意にありてだったね。滝がね、もう焼けて、そして灰になるという。ところがその滝は滝の方位、生命実物としてだ。その
には滝に、灰は灰であってね、決して滝木が灰になったっていうんじゃないんだっていうのがこの前の話。そういう推移はない、移り変わりはない。滝木は滝木の方にありて、滝ありの地あり、前後ありといえども前後裁断せるってね、ぽっきり滝木は滝木だけなんだ、から灰は灰だけって、ね、これがあの生命実物のあり方だっていう、この前そういうことがあった。そうしてみるとまた生きてるのが死ぬっていうね、そういう推移もないわけだ、そういう移り変わりもないね。そうじゃない、生は生の、方位だ、それでもってぽっきり生きてるそれから死ぬ時は死ぬんでぽっきり死ぬだけだ。そうなってくると迷ってるのが悟るっていうのね、これもね、その迷いを転じて悟りになるというんじゃないんだ。そうでない、迷いは迷いでぽっきりだ、悟りは悟りでぽっきりだっていうのがこの前の話なのねそれでそうでない、あらゆるものが一切二つに分かれる以前の無相の、無相ってそう、あの姿がない、その生命実物を映してんだ、あたかもこの人の悟りを売るね、水に月の宿るがごとしだ、お月さんが、無双の月、お月さんがね、みんなこう宿ってるっていうね、そりゃそうだ、これみんな生命実物生きてんだ、このみんな生命実物生きてる。そうするとところが私だけが生命実物じゃなくて、もうもっと大きなね、あの無量無変のお月さんっていうね、生命実物だ、それが今ここで宿ってるわけですね。それでところが、だからこの前あのお月さんがこうあって、まあこの前はこのこういう生死っていうね、生と死と一つになっちゃったあれね、これじゃ生は生じゃないもん、死は死の形に なってない、押すとただこれはあの お月さん無双だ、この無双のものが私にもあなたにもあの全てのものにこう映ってるっていうことですね。そしてそうすると映しつあのお月さんと俺とってね、また、うん、図に書くとこう2つになるけど、本当はそうじゃない、これそれぐるみが無双のお月さんなんだ。だからね、話がこう、うん、立体的なんでね、図に書けないけど、でところで今度は話が一歩進んでね、ところが私は この一つの私なんだ、押すとこの世の、あの無双のね、そのお月さんを映してる私としてはどういうその生命運転やるかっていう、ね、これが大切なんですからね。だからこれ、ね、全くあの当の本人としての話ね、悟ってる当の本人で、これからその話になる。でそうしてみると、これはどうせこの当の本人としては、この無双のね、無量無変の生命実物を生きてるんだことは間違いない。しかしながらこれ全部あれしながら、このちっちゃいこれで映してんだからね、だから映しきれないところもあるね。だから人形足らずと覚えるないって、まあ、甚だ物足りないことも事実なんだ。そういうことが、まあ、あの前の前回の最後のところに書いてあった。そして具体的あのそういう具体的な話として、今日の魚の水を行くにの話が出てきたわけね。魚の水を行くに行けども水の木はなく、
鳥空を飛ぶに飛ぶといえども空の際なし。これもだからね、その、ちょっとそういうその前からの脈絡をこう愛してきてみると、これここにこういう魚が水を泳ぐ話ね、鳥が空を飛ぶっていう話がなるほどってすぐ当然にあの読むことはできるわけだけど、仏法も仏道も何にも分かんないで読んでたら、これ全く突発的にこれ出てきた言葉だに思える。そうでない、今法もし信心に充足すれば一方足らずと覚えるなりっていうね、その人間がその生命運転の例の話として、これ今こう魚の水を行くに鳥空を飛ぶにとこう、まあ、出てくるわけですと。魚の水を行くに、ね、行くに行けども水の際なくと、これ魚はね泳いでくる。ところがこれ水っていうのはこれ働きの場ですね、魚にとってね。ところがその働きの場は全く再現はない。鳥空を飛ぶに飛ぶといえども空の際なしだ。これもその働きの場である空は全く再現ない。しかあれども長魚今だ昔より水空を離れる。このしかあれどもっていうのはこれしかあればのつもりで読んでいいですね。そうだから鳥や魚は昔から水空を離れない。ただ陽大の時次第なりと、結局この人間っていう今鳥や魚ね、鳥も鳥や魚っていう有限者だ。今我々人間としては人間っていう形を持ってる有限者ですね。ところがその有限的人間としてこの無量無変の生命実物を生命運転していくという場合ね、この運転者と運転の場とっていうのはね、決して二つじゃない、不二だということです。それでたくさん飛べばたくさんその空を大きく使うわけだし、それからまた少しか魚を泳がなければ少しでいいってことね。だから例えば、諸々に格のごとくして図に偏在を尽くさずということなく、それでちょっとねこの金魚鉢の中で金魚を泳いでるって言いながらね、これはその天地いっぱいの水を金魚は泳いでるんだ。それでまあ格のごとくして図に偏在を尽くさずということなく、諸々に当本せずということなしといえども、まあスズメがね枝から小枝にこうちょんちょんと移る、これだってねその大空いっぱい飛んでるわけだ。で鳥もし空をいずればたちまちに死す、スズメが飛ぶのはほんのわずかだから、だからそのスズメの生命運転の場であるその空間をですね取り去っちゃったらスズメは死ぬようかしら。金魚鉢の水っていうのはこんなの少ないところなんだからなくてもいいだろうって言って金魚鉢の水捨てちゃったら金魚は死ぬようかしら。それでそのつまり生命運転者にとって生命運転の場を取ったらその生命運転中あれが成り立たなくなっちゃうんですね。つまり同じこと言ってんだ、一心一切法一切法一心って、まあ、いつもこらえてる方も耳にタコができてんだろうけど、この一心一切法一切法一心っていうのね、結局私は全てを生命体験しながら生きてんだし、全ては私に生命体験されながらあるんだというね、これ
この生命運転者と生命運転する働きの場っていうのは、これはもうあの不二なんです。これが仏法の言うことだ。で、魚もし水をいずればたちまちに死す。いす意味を知りぬべし、いく意味を知りぬべし。結局ね、その当の本人として、そういう一心一再法、一再法一心、その生命運転と生命運転の場と、これ不二だっていうのね、それを実際に運転する当の本人としてはどういうことかっていうと、その水を持って命とする、空を持って命とするっていうのは、結局ね、出会うところ我が生命の分身ってことです。まあ私があの出会うところ我が生命の分身っていうようなことをね、あれしたの、あれ天蔵教訓のアジア人生料理の本を書いた頃言い出した名言だけどね、その出会うところ我が生命っていうあの言葉、あれ昭和42、43年の頃じゃないですか。もうだから20年も前の話だけど、これもう本当にそうだもん。それで結局この仏道修行の具体的な話はその天蔵教訓のね、私の人生料理の本にもうよく書いてあるから、あれ見て工夫してください。で、その次、意長異名あり、異形異名あり、鳥を持って命とする、魚を持って命とするっていうことね。鳥は鳥を持って命とする、魚は魚を持って命とする、私は私を持って命とするっていうことだ。何しろ我々、私は私っていう、このこういうご馳走を持って生きてんだから、このご馳走を生かすのかしらね。頭がとんがってんの、これちょっと格好悪いって言ってね、これしょうがないの、これ頭がとんがってるわ、とんがってるなりにこれを生かして使うとそういうつもりになってね、これご馳走を持って生命とする。それをね、その結局ね、この頭がとんがってる、頭をとんがってるっていうところで生命発現のバラで、それなりに大人になることね。それは頭がとんがってんで、私悩んでるんだって、これなんとか、なんとか手術してその頭をこうもうちょっとこう丸くしてもらえないでしょうかって言ってね、そういう事故を冒涜するようなことはいけないんでね。そうでないで、そのあなたの顔はあなたの顔で、それでいいんだ。それでその顔で美しい顔をするってことが大切だもん。それを今の連中、そうでないんだね。明治時代までは例えばさ、その上に立つっていうね、エリートコースを行こうって言ったらどうしたって門閥家柄が一番大事だったでしょ。でそういうバカなことあるもんかっていうんで、なんとか門閥家柄に変わらずエリートコースが行けるようにっていうのが、まあ庶民階級の願いで、それでまあようやくそういう時代になったわけだ。そうすると、まあいい大学出て、でエリートコース行きゃいいんだっていうわけで、みんなこれ受験勉強、受験勉強ってねそれでもって受験勉強して、押すな押すなで、それでみんな良くなったんならいいけど、受験勉強受験勉強でみんないじめられちゃって、それでもんだから、そのいじめられただけの吐け口をまたその誰かいじめたくなるっていう、そういう時代になっちゃったんですね。こんなバカなことあるかっていうのね。俺ね、そのエリートコース行ってるやつがいいんじゃないですよ。これは一つのお芝居みたいなもん。そうするとまたお芝居でもって殿様だけがね、
の主役だってこう考えたら大違いでしょ。その家老が主役である場合もあるだろうし、平侍が主役である場合もあるだろうしね、下老が主役である場合もあるわけだ。みんなその下老は下老をもって命とするっていうところが楽ちゃなんだ。そしてまた事実ね、大切な狙い場所はね、その底でいかに名人芸するかって、それが狙いどこだ。結局その平侍は平侍なりにいかに名人芸をやるかっていうね、それが大切だもん。下老は下老なりにいかに名人芸をやるか、そこで初めてね、世の中ってものはそういうもんでなくちゃならない。だからスミレはスミレの花が咲く、バラはバラの花が咲く。それスミレだ、ちっちゃいからなんとかバラみたいに大きな派手な花咲きたいって言ってね、それでその間花こうなんか高くしちゃったりなんかして、それでその派手なあの顔の構造になって、そしてあの流行歌手になりたいって言って、そんなものね、ちょっとあの見当が違いすぎるわけね。そうでない、おのおの自分は自分なりの顔、自分なりのごっそう、これでもいかに生かして自分は自分なりのいかに名人芸するかって、それが本当の狙いだ。そうすればね、みんな本当の意味の大人の社会になる。この大人の社会になるということが大切だ。それ今のガキ、子供ガキの社会だもんね。これ放ったり小僧がぐずってる社会、こんなつまんない、ね、時代に生まれてきてつまんねえと思ってんだけどでも私が一生懸命それを言ってやってんだけど聞かねえんだからこれはまあしょうがない。ですぐ脱線するからで、その次異名異調なるべし、異名異様なるべし、これ結局そらこの無量無変の命を持って今ここ、この下老は下老の名人芸するっていうのね。だから異名異調なるべし、異名異様なるべしだ。でこのほかさらに進歩あるべし、まあそれは一応の話だ。その本当の生命としてはその深さなんだから、名人芸いかに名人芸やるかって言ったら、名人芸合格してきたんですって言ったら、そんなバカな話じゃないんだ。名人芸ってやつは本当の深さの話で、深さを追求してる、どこまでも追求していればこそ名人芸だ。それでだから首相はどこまでも実際行動で首相していかなくちゃ、その受者名者あること格のことし、具体的なね寿命を生きるってことはそういうことなんだっていうのね。それで今のところが11段ですね。で以下12段、しかあるお水を極め空を極めてんとち、水空をゆかんとぎする長魚あらんば、水にも空にも道を上からず所を上からず。これはまあいかにも当然なことを言ってる。水がね、あの魚が水全体を極め知り極め尽くさなきゃ泳げないと思うんじゃない。それから鳥が全体、空全体を知り極め尽くさなきゃ空を飛べぬっていうわけじゃない。さっきも言ったように金魚がその水槽を泳ぐんでも水全体を泳ぐんだ、それから数メートル小枝へ飛び移るんでもその空全体を飛ぶんだ。でこれはまあ当然のことだ。しかしながらね、この鳥や魚はそうだとしてもね、そのまんま今の我々
の 話にね、果たして持ってくるということはちょっと飛躍じゃないかってまた考えざるを得ないかな。要するに鳥や魚とあんまりその違わない原始生活してる自分はいい。かしながら今の人間っていうのはね、その複雑になってんだ。それでその我々の場合、全体をこう見ていないと生活できない面があるもん。いや、例えばね、私ね、折り紙でね、折り紙でこうあれですね、折り紙こうあれ一つのこう二つに折ってですね、とまあこういうふうになる。三角に二つに折って、そしてこれをね、このところをこう折ってですね、それからこの1枚だけこっちに持ってくるね。そうすると結局こういうことになるね。こういうふうになりますね。そうするとここでもって四角ができるわけだ。でこの四角でね、折り鶴を作るんです。この四角、折り鶴っていうのはまあこういう折り方ですよね。この四角でこういうふうに折り鶴作ってみるとね、まああのあれだったら面白いと思ったらやってごらんなさい。そうするとね、同じ折り鶴でもね、翼が非常に大きく出るんです。そしてまあ、だからこれを利用してその例えば私は和紙なんていうのを作る。同じ四角い紙でいながら、スズメやなんかはちっちゃい翼だね。ところが今度は和紙なんていうのはガッとこう出て、そしてこうあれだ、こうなんていうんだ、貝みたいになってこう出てくるね。そういうのを作るわけです。それでね、私これまあそういうのを発見してね、それで得意になってこれ発表したの。私が考えたって。ところが、そしたら後からあれしたら、それは前に発表した人がいますよって言うの。それでいや、私はね、私の学生時代だからもうあれだ、50年も前に考えたね、たくさんの作品がねありますがね、そういうの今時自分が考えたっつってね、それで発表してる人はたくさんいるもの。そういうのたくさんこれは前にあの時作ったやつだな、あの時作ったやつだって、そんなの珍しくないから。だけどね、私が人の真似したっていう思われたらね、こいつは俺神様の自尊心傷つけるからね。ほんでこれ すぐその人に手紙出して、誠に申し訳なかったって言って謝ったね。俺本当にね、今時ね、全体の情勢っていうのね、私まあ折り紙の方もたくさん送ってくんです。だけど見たことはないんだ。どうせそんなのをこう見て初めて私が折り紙勉強しなくちゃなんてことないんでね。ところがそういうことあるね。それでね、つくづく思ったの、今の我々全体を全く知らないで行動しちゃね、飛ぶこともできない、泳ぐこともできないってこともあるってことはね。それでまあ今まあ家庭の主婦の人たちでも、例えば毎日新聞に織り込んでくる広告だとか、それからコマーシャルとかテレビのコマーシャル見てね、それでどこで一体安いものがあるかっていうのはそれ知って駆けずに待ってんじゃない。つまりこれ
みんないかに今どうするかっていうのを、これ情報っていう、情報っていうのはね、どういうのかと思ったら、事情とか実情とか状況の報告っていう意味だね。結局そういう報告をたくさん集めなくちゃうんだよ。それでそのまあ一家の主婦程度、あるいは折り紙みたいなささやかな領域の程度ならどうでもいいけれど、これ大会社の経営とかね、あるいは一国のその経営ってなったら、それ知りませんでしたじゃ通らないからね。そうするとあらゆる各国のその情報っていうのは一生懸命集めてる、スパイまで入れて集めてる。それでそのものすごい量のね情報を集めるわけです。そういうそのいわば情報過剰の時代になってる。そうすると今度は情報過剰で何が何だかわけわかんなくなるから、これをまた、いかに整理してその自分に役立てるかっていうのね。それでまあ情報の選択処理っていうこと、まあ情報をみんなコンピューターに入れてさ、まあコンピューターっていうのはどんなもんだか私本当は見たこともねそのだけどきっとそんなことして、そしてどっかやボタンを押すとこう出てくるんじゃない。そしてまあコンピューターの ごたくせんで行動してるのが今の我々だ。だからここに言われるようにね、水を極め空を極めて後水空を浮かんときする長魚あらんば、水にも空にも道を埋めからず所を埋めからずっていうんじゃね、ちょっと今の時代にその当てはめるって言ったら、いやこれ時代感覚がありませんよって言われそうじゃない。しかしここでね、道元禅師が言われてるのは、今言うような情報をね集めて情報によって行動するってことはバカなことだとも悪いことだとも言ってるんじゃない。むしろね、我々今そういう情報社会に生きてるってことは、魚が水を行くように、あるいは鳥が空を飛ぶように、今情報社会に我々生きてんだってことだ。ただそのあれですね、情報社会での出会い方、これが問題だ。今ねその我々前にも言ったけど、働きと働きの場は一つっていうことね。それ今の場合はそうでない。私はとそれから集められた情報と出会う、その出会い方は一つになってない。全く情報これだけ集めた、それに対して自分は別個に、向こう側の情報とは別個に、そしてその私の欲望に従っていかにこの情報を処理するか、これだから情報の選択処理っていう言葉を使うけれど、本当に処理するつもりになってる。このだから処理っていう言葉が私大変気に食わないね。この処理っていうのはその出会うところを向こう側やっといて、そして私はだけは別個にいるんですね。だからこれ脳処自他二つに分けてる。そうして向こう側のものを私自身の欲望に従って、の片付けようという、その、つまりそこでの存在感というね、存在感価値観ということね。まあこういう言葉使わなくてもいいんだけど。もしこういう言葉使わないと気に食わない人もいるから言うんだよ。その存在っていうのは向こう側の存在だ。自分は存在なんか入ってないね。そしてそういう存在感ね、二つに分けた向こう側だけが存在で、俺はって言ったら俺は神様だ全く。そして俺の
欲望だけが価値観だ。で、俺の欲望に従って向こう側の存在をいかに処理するか、そういう出会い方がね、今の人たちは。それに対してね、今その仏法、仏道としてのそのいわば生命実物としての出会い方っていうのは何か、そういうね、我々生命実物っていう点から言ったらね、全くその外側のものはないんだ。向こう側のものは一切、向こう今出会うところと私とは働きの場と、働きの場と働きとはもう一つなんですね。だからこれ不二だ。何から何まで万法ぐるみの自己だ。自己と万法、自身と万法っていうのは一心一切法、一切法一心だ。自身と万法とは全く等しくるめ、これがいわば仏教の存在感ですよ。そしてじゃあ目指す価値的方向はって言ったら、その何から何まで万法ぐるみの生命実物なんだからね、その生命実物がいかに生命現状するか、これが仏法の価値観だ。それでこの外側のものを処理するっていうのと、全体として生命現状するっていうね、その2つを、まあ、違いをね、まあ、最近の話で分かりやすく言いやね、例えばマルコスさんはね、そのあれだ、いよいよこう、まあ、フィリピンでダメだってなったら、まず何より真っ先に自分のその隠し財産を持って逃げたじゃないか。このいわばそのそれだけなんだね。つまりマルコスにとってフィリピン国民っていうのはね、その自分の欲望によって処理すりゃいい存在だね。それでそのフィリピンの国民とマルコス自身とっていうのはもうはっきり違う。それで生命のつながりはない。だから俺の欲望にとって処理すればいいだけだ。で今までもそういうようなやり方やってきたんでしょ。そしてまた最後の最後もそのように、だから大切なのは俺の隠し財産でも持って逃げてる。まあそれに対してその日本の天皇陛下がね、敗戦の時どうだったって言って、俺まあ自分の財産目録、ま、持ってマッカーサーのところに出して、これはまあ自由にしてください、しかしまあ日本の国民だけは飢えさせないでくださいって言ったっていうのね。これは天皇陛下とそれから日本の国民とっていうのね、天皇陛下にとって日本の国民はその自分の命なんだ。そしてその俺だけなんとかっていうんじゃないんだ。そして価値としているのはその日本国民ぐるみのそのなんとか生命現状をしようっていうのね。まあこれ悪玉と善玉のね、なんていうか図式的な話のようだけど、こういうのはちょっと派手にやってくれてからよくわかるじゃない。そのマルコスっていうのもマルコスさんもかわいそうだと思うね。あれ世界中の人間のいい笑い物になってるな。それで結局あれ、まあ、隠し財産持って逃げて、これだけはなんとかもう俺のもんと思ってるかもしれないけど、結局あれなんとか取り上げられちゃって、あれはまあどっかでのたれ死にするかしょうがないんだと思うね。ところがね、私が心配なのはね、今の人間みんなマルコス的人間ばっかりだって。それで今地球っていう自然に対してね、やってるのもマルコス的やり方じゃない。俺の欲望にして従っていかに地球をその処理するかって、それだけ考えて、このうちに
また地球っていう自然そのものがこの人類に反抗する時代になるとかね、そうしたらあんだ人間は隠し財産持って他の天体に逃げ出しゃいいと思ってところがその他の天体でもって結局その隠し財産に取り上げられて、そしてそのそこで人類そののたれ死にしなきゃなんないんだと思うね。俺私そう思うんだ。要するにその、何から何まで今の人間のその存在感価値観がねマルコス的だ。マルコスは我々の代表者だそれで それだったらもうのたれ死にするんだっていうのをよくわかる。俺本当にねマルコスみんな規模が大きいか小さいかの話でマルコスみたいに派手に やってくれたやつはあれだけど、みんな規模の小さいところでねのたれ死にしてんじゃない。あれだ今日の新聞にも書いてあったね、若いお父さんお母さんがねおじいさんに対してねその食べ方ご飯の食べ方汚いから別膳で一人で食べなさいって言ってね、それで お父さんお母さんが向こうの部屋でおじいちゃんご飯食べさせることにしたんだ。そしたら子供がそう言ったんだ、僕も大きくなってあれになったら お父さんにああいうのしてあげるわねって俺もうだからね本当にあれなんですね、どうすりゃどうなるって分かってんだよでもこうすりゃねもうのたり死にするかないっていう そういうふうに全てを処理するつもりって、今のね学校教育そのものがそうでしょ。例えば今の学校教育っていうんでもね、まあもちろん例外はありますよ。だけれど大体の趨勢としてね教師が子供たちを向こう側の存在として見てる。そしてそのこれっていうのもねあれなんだね、学校教育法案っていうのかな、あれして教師にバカに収入を多くしたらしいんだね、田中角栄さんが。やっぱ田中角栄さんってのも本知恵みたいな人間で、その考えることがね土建屋的だもん。で全て荒らした、国土を荒らしたばっかりじゃなくて教育も荒らしたね。だから収入の学校の先生に収入を多くしたもんだから、だから本当に子供の好きな人が学校の先生にならないで、収入のが多い方が好きっていうやつが学校の先生に今なっちゃってるんだね。そしてペーパーテストだけよくできて子供は嫌いっていうの先生、それでもってだから子供をもう向こう側のものに、でいかに無難に子供を処理するかっていうそれだけ考えて、そうでなくちゃああ無造作にねその偏差値とかってやつで輪切りはできない。本当に子供は愛し子供を育てるっていうつもり持ってんだからね、その点があれまあ、あれだ本当に今の教育状態っていうのあれして短足するよしょうがないね。これ大体あれでしょ、私思うの今の子供小学校の子、昨日も小学校の子供を持ってる人が来て本当に今の小学校は大変なんですよっていうね、あれまあその地域地域にあるんだろうけど、今昨日来た人は伏見の方の人だけど大変だし、そのもう小学校ちょっと前までは中学だったのが今小学校になっちゃう、それっていうのが、あれなんですね、小学校の先生が全くそのいかに無難に自分が無難に子供たちを処理するかっていうそれだけでやってきてる。そうじゃないその今の話してるうちは頭がちょっと飛んじゃうんでね、あれですよ、
要するに、今話したいのはこれなんです。今の小学校がそう荒れてる、その小学校のお母さんたちっていうのはどうかっていうとね、今30代の人が多いんだ。ところがその30代の人が小学校で育った頃は、戦後その教師も労働者だってストライキした、その先生に教わった連中な。そうするとね、教育ってやつはね、20年30年かけて、そのあれが、40年だね、戦後そうかけてこういうふうに荒れた、子供のすさんだ荒れたっていう時代作ってるんですね。で、これ簡単には治らないもの、本当に行くとこまで行って、もうこれ陰極まって世に転ずるまで待ってるわしゃない。これね、本当にどうにもなんないんだと思う。で、その教師がね、大体教師も労働者だって言って対して本当に教師としての権威も何も投げ出して、あれしたの、本当に親近を持ってそのゴミくたに変えたようなもんだ、愚かなことだ。教師労働者だから、今やあんた蹴飛ばされたり殴られたり、その生徒の方が雇用者側だ。だからもう愛して、まあ少なくともそれでですね、今言うその私の本当の教育っていうのは何か、子供と教師とその生命の続きをよく知らなきゃダメだってことだ。それでまあ私の言うのは、その共に育つっていうね、子供を本当に育てる中に自分